BRZ はトヨタとの共同開発で生まれた FR スポーツカーのスバル版であり、2012年3月に発売された。トヨタ版は2009年に FT86 コンセプトを発表するなど、早い段階からプロジェクトの形を一般公開していたが、スバル版が初公開されたのは2011年のジュネーブ賞。しかも技術展示でボディを透明にし、シャシーの様子と低い位置に搭載されたエンジンを見せるものであった。しかしスバルはこの技術展示でお家芸である水平対向エンジンがどれほどの低重心化を可能にし、車の基本性能に好影響を与えるか大きな自信を持ってアピールしたのであった。量産型のプロトタイプが初公開されたのは2011年11月の東京モーターショー。話題が先行していた兄弟車のトヨタ86とは基本的に同じ車であり、200馬力のエンジンや6速マニュアルと6速オートマチックのトランスミッションも同一のものが採用されている。車体も基本は一緒で、異なっているのはフロントグリルやフォグランプの形状、インテリアなどの細かな部分だ。86より少々大人っぽい雰囲気が漂うが、実は乗り味に関しても同様で、86がリアを積極的にスライドさせて楽しむのに向いた方向性であるのに対し、BRZ はグリップを重視したやや落ち着いたセッティングとなっている。グレードは競技ベース仕様の RA、 標準仕様の R、 上級仕様の S の3つで、どちらかといえばスポーティー志向の R に対して S はグランツーリスモ志向だ。シリーズ唯一となるレザー&アルカンターラパッケージと呼ばれるゴージャスな雰囲気のインテリアがオプションで用意されている。